このアニメはとある本丸のとある刀剣男子たちによる花丸な日々の物語です。先ほど新しい刀剣男子が来た。やあ偽物くん。写しは偽物とは違う。大変です。ん？匿名調査の出陣要請だ。放棄された世界、歴史改変された文久土佐藩への経路を一時的に開いた。歴史改変されたままの世界。この世界に影響を及ぼしている首謀者がいるようなんだが、正体はまだ分かっていない。世を狙って敵を倒すだけやき。さよ、誰かに思われるってすごく嬉しいことだって。清光はさ、もっと強くなりたい。何言ってんの。刀剣乱舞花丸雪の巻5月20日劇場限定上映。